皆の衆、分かっておるな。来たるべきは芦名存亡の戦。一心様、そして芦名の民のために命を捨てて参ろうぞ。我らこそ芦名、不当の芦名衆よ。旦那、相当の手だれなんだな。助かったぜ。約束の礼だ。受け取ってくんな。じゃあな、旦那。縁があればまた会おうぜ。うん、まだ何か用かい？あいにくと危ない場所では飽きなわないのさ。命あってのなんとやらだ。縁があればまたどこかで会おうぜ。Agree.
旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さ、買っていってください。ところで旦那、聞いてください。ああ。あっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ、いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。毎度旦那。さあ買っていってください。じゃあな旦那、アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら。
ご…
毎度だな。さあ、じゃあな、旦那。アシナの侍どもが今欲しがっているもの、そいつが分かったら。狼殿、かつてアシナに、その我が子では、なんじゃ。
皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花は飛んでいっちまった。どこにあるんじゃろう。真っ白いお花とはこれか。ああ、それは、おー、思い出したぞ。皆は、オチの巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろ。坊様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。真っ白いお花。あ、おお、みな、そうか、あの子な。なんだ。オラを、なんだ。オラ、坊主、神、みなにな。できぬ。そうか。もし気が変わったら頼むな。やっぱり神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せなあ。できぬ。そう、もし。なぜじゃ、調べが聞こえぬ。もしや、お主があの調べを返せ！返してくれよ！
前さん、身投げされるのかい。なんだと。足なの身投げ、あっちじゃ、足なの底。忍びのお方、司祭はお渡しした紙を。余計なことは互いに知らぬがよいと存じます。ご供養。
死者たちにご冥福あれ。難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。
忍びのお方、司祭はお渡しした紙、余計な。忍びの司祭、余計なことは